実物の書体国鉄方向膜書体は、ロールズが2005年から開発を開始した国鉄型車両の方向膜の特徴を再現した書体である。日本国有鉄道を走行する列車には列車の行き先を独特の文字で表示する方向膜が取り付けられていた。この文字は全国各地で統一されたかのようになっていた。しかし、同一の行き先でも 車両形式によって字型の差異があるなど文字の詳細は不明な点も多かった。ロールズ独自の調査により方向幕の文字の図面は国鉄車両設計事務所により図面化されていたこと、車体形式の表記文字の一部として車体形式ごとに方向幕の文字図面が作成されていたこと、コスト圧縮のために共通化できる文字を複数の列車形式で共有していたこと等が、 明らかになった。国鉄方向幕書体は、表記文字の特徴をロールズが独自に検討し、デジタル化することで再び広く使えるのではないかと、考え開発された書体である。2007年3月30日に、リリースされた V0.077A より、教育漢字に対応し、成果物フリーライセンスとなった。工述の規約変更などを経て2021年1月1日現在、 日本国内向けは、ドネーションウェア形態に統一されている。なお、旧字体や、使用率の低い漢字や複雑な文字については、再現できず、その部分が空白となる。TTF や OTIF が使用できる環境であれば、どちらでも使用できる。インストール時に添付されている利用許諾条件に、同意しなければならない。利用承諾書は改定される場合があり、利用者は60日に1度は、 ロールズホームページにて確認する必要がある。利用許諾条件を無視した問い合わせが多かったこと、大手企業を含めて無償利用がほとんどでありビジネスの制約につながることがなく、ロールズの経済的な活動維持が危ぶまれたことなどを踏まえ、2017年11月に初帯の無償公開終了を発表した。2018年3月15日より、 販売や配布を伴わない個人的用途を除いてフォントが優勝化された。同日以前にリリースされたフォントプログラムは法的に使用できなくなっている。なお優勝契約の新規申し込みは2020年10月31日に終了し、2021年1月1日より日本国内向けはドネーションウェア形態に統一されることとなった。 寄付金額が一定額に達する度に無償版の申し込みを受け付ける予定である。ありがとうございます。